2022年12月19日佐藤秀一ライブでございます。令和新選組推薦無所属広島県議会予定候補佐藤でございます。ちょっといろいろね、本当に今週ね、また予定の方をまずお話をさせていただきました。で、12月20日火曜日7時半、ね、明日ですけれどもね、もう古い千葉市駅、そしてここはね、凱旋だけであります。そして22日、また長楽寺駅、これアストラムラインです。ここで、凱旋と、地域訪問させていただきます。それからね、25日は、地域をね、訪問させていただいた後、緑富士グラマーと、いうことになります。これは主な私のね、日程でございますけれどもね。まあ、他にも、まあ、23日ですね。まあ、定例の記者会見等ありますけれどもね、凱旋等は以上でございます。それでですね、引き続きね、政治活動に対する、ね、ご支援ね、本当来年のね、4月の、投票日ですけども、3月の末がね、告示になります。それに向けましてね、事前のその政治活動につきましてね、皆様のご支援を付してよろしくお願い申し上げます。まあ、特にですね、皆さんご協力本当にいただきたいのがね、本当にお金の面でございます。まあ、過去ね、私が立候補いたしました。選挙に比べるとね、地盤看板、ね、こちらの方がね、過去のものに比べるとね、充実してきてるわけでありますがね。やっぱ一番ね、大変なのはこのね、お金の面でございます。本当にね、伏してね、ご協力をね、お願い申し上げたいというふうにね、思います。本当にね、生単位でもね、本当に大変大助かりという状況でございますね。本当政治活動に関するね、ポスターね、屋外のポスターってね、ものすごい高いんですよね。1枚ね、A1 だと1800円とかかかってしまうんでね。まあ、ぜひね、ちょっとでも結構です。本当に、1800円でね、まあ、1枚ということでね、ぜひ、そういう計算でね、していただいて、お寄せいただければ、本当に幸いでございます。それではね、本当に皆さん、今週もよろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。